不算。阿万，我真是担心死了，我也再也见不到你。你跟八万不是要回娘家吗？我们才回到八万，刚刚杜鲁说我们是反抗犯，就把我们带到这里了。听不到妈的消息。季龙。哦，むしろ随分早く脱藩できたことは何よりです。がしかし主任の部屋はめちゃめちゃにされましたな。さずかを主任にしたのは誠に重大なる失敗だった。まあ今さらそんなことを言ってみてももう取り返しはつかんがね。山崎警視、わしは警視には感謝しています。もし警視がわしをトンバラに動かしてくれなかったらわしは命を落とすところでした。小島巡査、あんたに腕を振るってもらう時が来たようだ。いいか、評判の鎮圧に軍が何人人をよこそうがそんなことは関係ない。警察が面目を失うようなことがあってはならん。わかるか。お任せください。我们的高山战略让党都路吃了大便了。吃了多少个党啊都路？比克里面的事太多。比克，你认为他们会再派多少个人打我们呢？管他派多少人啊。你杀了那么多党啊都路，你最大的目标是口径嘛吧？没错，等着看我把他头颅砍下来，告慰我的大马。各方面から上がってきた報告を総合すると現在武者では合計136の遺骸が見つかっている。そのうち本島人のものは2体のみ、残りは全て日本人だ。評判の要聴を目的として軍は死体司令部を設置、その指揮官に鎌田弥彦守備隊司令官殿を任命された。本日付で死体長を拝命した鎌田である。
武者はすでに奪還した。今後は山に分け入って評判を徹底的に殲滅させることが任務となる。武者の地形は険しいが、我が軍の動員数は多数に上るし、また濁水系方面、花蓮、広報、山岳方面等多方面より同時に進行する作戦を採用している。その目的はまず真っ先に麻兵武者を潰すことである。まずモーナルダオの古巣を潰す。評判を一括りにして捕らえることができることを自分は信じている。しかし支隊長殿、山岳戦は通常の陸戦とは異なります。軽く見てはなりません。私どもの小島巡査を推挙いたします。はい。小島巡査ほど万人の事情に通じておるものはございません。それが本当ならどうしてこんな無様なことになったのかね。开始，日本军警展开大规模的攻击，全力进攻抗日部落。日军发射猛烈炮火，部落陷入一片杀戮战场。おっしゃる通りですな。評判は装備を持たぬとはいえ、山岳の地理には長けております。このまま短兵戦を続けておったのでは確実に損耗を重ねることになる。お主はどう思う。接近戦では命知らずな勢奪下の思うつぼです。我々はまだ軍の力を発揮していません。そうだな、そろそろ仕掛けんといかんな。
好，回去告诉木兰医生，我想去见赛达的祖先。难道你不要死了？死在战场上是光荣的。走。母亲中弹的时候一定很痛苦，可是我猜当他走上哈卡乌杜的时候一定是面带微笑的迎向赛德克的祖先。在抗日战争中，他带领和歌社的族人冲锋陷阵，他是第一个战死的头目，在族人和我的心目中，他是永远的赛德克勇士。我真后悔跟他喝的那杯酒喝得不够多。他倒真的是个非常了不起的赛德克。莫娜，我也很后悔，我曾经怀疑过他，因为他不敢对抗党杜鲁，那是我的错，错把银包当作猫。上了哈卡乌杜之后，我们再跟他敬酒赔个不是。接下来我们就要退守到岩窟里面去，准备跟党杜鲁进行持久战。我不退。皮欧，塔纳多罗已经派飞机来轰炸部落了。如果这个时候不退，我们部落的人就会全部活活的被炸死的。所以我要冲出去啊，看看党杜鲁这个赛特。莫娜，黑熊和引爆都要发威啊，你是头目，你要继续带队作战。退守云窟可以消耗党杜鲁战力，但是我要当山里最快的引爆，看到党杜鲁就凶狠地扑上去，一个都不留。父亲死后，日本军警开始进攻马赫波社，莫纳鲁达下令退守深山。两天后，马赫波社被占领，另一队日本军警从东部花莲越过能高山，一场激烈的战争即将开始。敦子、一郎と二郎は
今どこだ。生きてるのか。死んだのか。わかりません。なぜわからん。運動会の日に亭主と一緒にいたんじゃないのか。私たち離れ離れになってしまって、だから嘘だと分かったら絶対に許さんぞ。連れて行け。しっかり見張っとけ。はっ。待て。あっちで負傷兵の手当てを手伝わせろ。はっ。私は新聞記者です。取材のため隊長に会いに来ました。ここは新聞記者の来るところじゃない。なぜですか。私には真相を知る権利があります。そいつをつまみ出せ。行け行け。山崎さん、小島さん、私です。村田です。ただの鎮圧行動にどうして軍隊を使わなきゃいけないんですか。なんじゃそっちだわ。出てけ。同じ天皇の選手なのにどうして大砲や攻撃を使わなきゃいけないんですか。おい、殺したのか。君たちが勝手に殺したのか。ちょっと待て。昼間はこんな傷なかっただろう。どうして君たちが勝手に殺すんだ。彼らはもう降参してるじゃないか。何の抵抗もできない者にこんなことするなんて、君たちはあまりにも残忍だ。熊田先生。何者だ。口出しするな。俺は台湾日日の記者だ。行け。ここは所詮記事だ。軍人さん、二人とも行け。村田先生、どうして帰っていらっしゃったんですか。言っただろ、先生は必ず戻ってくるって。こんな風にお会いするなんて思っていませんでした。どうしてこんな大規模な反乱が起きたんだ。次郎はどうなった。一郎と花子と、あと他のみんなは。初子、
自殺すると言ってました。俺は何と言っていいかわからん。さっきのあれは全くひどい。クソったれがあいつらもうすでに降伏している者に対して私的に制裁を加えて殺すなんて、クソ、俺は必ずこれを報道してやる。世論の力で奴らの虐殺行為を必ず阻止してやる。評判が機関銃を手に入れたとなると、これはまさに鬼に金棒ですな。首のところを見てみてください。蜂の巣のようにやられています。本当だ、バカモン、大失敗だ。評判が武器を持つと軍よりも手強い。こんな形で戦闘を行えるのは、私の考えではモーナの息子のターダオ兄弟とピホだけですな。モーナルダオの兄弟っていうのはそんなに手強いのか。いかにも。これら一軍の不良版は小さい頃から利番に不服を持って育ってきとる。まあいわばモーナの年少版といったところですな。一連の山岳遊撃戦を指揮しておるのもあいつらに違いありません。地をも恐れぬ背だっかの数はまこと少なくないようだ。タダオ兄弟とピホはモーナの先鋒を務めておるようです。あいつらを殲滅してしまえばモーナルダは両手をもがれたも同然だ。兵力を集中してあいつらを包囲殲滅すべきです。モーナの両手をもぎ取ってしまうのか。よし、精鋭部隊を出して奴らを叩こう。支隊長命令を出すぞ。あ、支隊長殿、今度はわしに指揮を取らせてください。よし、
警察と軍との協力体制のもと、ボアルン社、ハロワン社といくつかのバン社は我が方の攻撃によりすでに壊滅いたしました。今回の鎮圧行動でも依然としてタワダオ兄弟ピホの殲滅には至っておらぬ。あいつら狐のようにずる賢く立ち回り尻尾をつかません。わしが考えるに、あいつら兄弟とピオは山奥のどっかに秘密基地を作ってるはずです。気をうかがって動き出すはずじゃ。さらに援軍を山奥に増派せにはいかんのか。そうはいかん。いわゆる秘密基地の状況をつかめん中で虎の子の部隊をこっちから見えんところで戦わせる、そりゃ割に合わん。評判の秘密拠点と申しますと、我々には雲をつかむような話ですが、これがある種の万人にしてみれば、それがそうでもないということになりますか。どういう意味だ。山岳の地理地形に最も通じておるのは、今時強行に加担しなかった万人どもではありますまいか。例の連中の動員はもう終わっとるか。はっ、終わっとります。じゃあなぜ報告せん。小島純さん、今度の作戦は君が責任を持ってやれ。はっ。はい。先生は武者に来られてどのくらいになるんですか。はい、8年。看護婦さん間に合ってるんですかね。マホン、ハツコ、モーナルーダーの娘さんか。はい。おお、マホン来たか。あ、あなた今日は何だ。彼女をどうするつもりですか。大頭目の娘を捕まえたんだ。明日のトップ記事だろう。あなたたち、もう指摘制裁はできませんよ。貴様、何の分際でそんなこと言うてるか。何の分際。私は新聞記者だ。真実を知りたいだけだ。あなたたちのしていることはただの虐殺行為だ。話せ。ここにこいつはないのか。マホン、西はもめんつもといたいにいな。現在日本人都在问モーナルーダー在哪里。你是他的女儿，不会不知道吧？モーナルーダー在哪里？
大妈，把我们当东东带走了。大妈，马红因为上吊自杀没有成功，所以才被大拿东奴带走的。大妈，听说口金马到屯堡了，鼓动滇木来对付我们了。我知道了，你们先进去吧。是，大妈。被大马东路抓走，以后日子一定很苦。大马很担心他，你担心吗，大大？我们从小只有马红一个妹妹，我当然会担心她。我只希望她不要太悲伤了。假如是我的话，我宁愿死，也不要被大马东路抓走。不要理我，六岁，马浩，大舅哥，放过我们啊！我们好痛，阿飞，我的丈夫战死了，两个孩子，孩子饿死了，为什么我还不死？为什么这样子还不死？为什么？别这样。君の心の苦しみはよくわかる。我知道。我知道。你不知道。啊，谢公，啊，赵公，阿妹。马红，马红，你要勇敢一点。阿妹。爹母，我知道你一定有办法找到莫那溜达大面的。我记得马奥布后山有一个岩库，曾经打猎经过。如果我是莫那罗道，我会选择在哪里？因为看得到却打不到。那今天晚上我们睡在这里啊。爹母，你上哪？
勇敢的赛道勇士，成为这样，死在勇敢的赛道勇士手上。砍下我的头吧，我的头不想被达纳多诺带走。 达到，快点动手，拜托你！动手啊，达到，快点动手，拜托你！ 大哥勇士，砍下我的头吧！ 知道莫纳心中有多么悲伤，但是很久之后，我才知道真正的悲伤，不只是部落亲人的死亡，而是日本人利用了我们族人，自相残杀，手足相残，骨肉无情，竟成了我们族人。 我的刀也死了，难道给我也死了？
文东，他们两个都是你最优秀的子孙，为了维护你们，也为了维护我们的干亚而义勇的战死。文东，他们就在海港文东上等着我，我就快来跟他们下跪了。文东，文东啊！韩保守是我们最勇敢的战士，欧杜，请你带领这两位勇敢的战士，包括韩港欧杜，和陈大哥的祖先相聚。保守，保守，保守，为什么达纳杜鲁不给我们当一个快乐自由的世代？阿干，你不能哭，我是个很坚强的人，你的眼泪会让我变得软弱。不能哭，你想让敌人看出我们的弱点吗？我们没有时间悲伤，我们所有的力量都要对付达拉东路，听到没有？听到没有？听到了。好，从今开始不要先当勇士掉眼泪，对不对？对。我们厂里面不留任何一颗子弹，我们绝不投降，绝不投降。加油加马路八杆独山那米格子比奥米亚达达嘟嘟不那嘎嘎呀米马路八杆独山那米格子比奥米亚达纳杜鲁那米格子比奥马路巴格杜桑那米格子比奥米亚达纳杜鲁那嘎嘎呀咪，马路的灯，马路銃を取り戻してきました。今回はティムの大手柄だ。その通りだな。万人を利用することで我が方の戦力を少なからず節約することができますな。しかもバッサオの仕留めたのだから、もうなの左手を叩き切ったのも同じことじゃの。左手は落ちてもまだ右手が残っておりますな。仕留める機会はすぐにやってくるさ。そうだろ小島巡査。モーナとピホは神出鬼没です。全く頭が痛い。ピホはずる賢くて凶暴です。以前にも手を焼かされました。どうしようもないですな。いやいやいや、やりようはあるはずだ。今回はティムに働いてもらいます。奴は機関銃を取り戻してきた。ネズミの巣を見つけるにはネズミが一番です。我々はこれから山狩りを始めなければなりません。評判どもは頑強に抵抗しておりますが、まあそう長くは持ちこたえられんでしょう。しかし敵中心勢力からの攻撃がなくなるわけではない。我々の繰り出す軍警部隊の消耗を抑えるためにも
この際テムーンを活用するのが至当かと存じますが。そういうやり方は依然として好きにはなれんが、効果はあるようだな。私が武者を離れるときには、武者を開発して温泉地にすれば、いずれは箱根のようになる。総督府だってそういうふうに考えていて、私は安心して後を授かに託していったんです。それがこんなことになるとは。どうも人事には適切さを買い取ったようだな。当初より小島を主任に当てておったならば、あるいは状況をつかみやすかったかもしれません。まあ遅きに失した措置ではありますが、今回の鎮圧行動では小島を徴用して彼の番通としての本領を発揮してもらおうと、こういうわけです。